without grasping at the real question to be asked. Where have I been? I'm a sharpshooter at post masquerade, hiding both face and mind, waiting for you to draw. I'm a sharpshooter. What else should I be? Please don't take off my mask, revealing dark. お疲れ様。よーし。双葉、なんかいるか。オレンジジュース、果汁 20% の。そういや明日は海だろ。花火の分も楽しんでこいよ。雨外しすぎない程度にな。花火って？あ？双葉は知らないか。花火大会雨で中止になったんだよ。人混みに揉まれた挙句、濡れネズミになって帰ってきたっていうオチだ。こんにちは。ああ、いらっしゃい。おや、君。あれ、知り合い？あんた、確か。明智です。ああ、テレビとかの探偵さんが何の用だい？想像してた以上だな。雰囲気いいよね。紗英さんが推薦するだけのことはある。はあ？知ってることは全部話したぞ。もう話すことはねえ。いや、そういうつもりはありません。美味しいコーヒーをいただきに来ただけですよ。ああ、そちらは。ああ、君が一色若葉さんの。注文は？じゃあおすすめを。あいよ。
なんか僕、どこに行っても歓迎されないね。すまない、僕の母はろくでもない男と愛人関係だったらしくてね。僕を身ごもった後、手ひどく捨てられて、失意で体を壊し、早くに世を去って、おかげで僕はいろんなところを転々とさせられて、まあ今じゃ気ままな一人暮らしだけどね。そうそう、メジエドだけど、ハッキングで退治されるとはね。怪盗団が倒したのか、熱狂的な信者がやったのかはわからないけど。名前、双葉ちゃんだったかな。サエさんから聞いてるよ。君くらいの年代の子は、怪盗団のファンが多いようだけど、君も好きなのかい？どうしたの？名探偵明智こそ第二期ありがとう。まあ怪盗団なんかと同じ土俵で比べてほしくないけどね。うん、おいしい。君は毎日飲めるんだろ？羨ましいな。まさかこの店の居候だったなんてね。君とは何か縁を感じるよ。ありがとう。場も人も巡り合わせだと思う。君と話していると不思議と思考を刺激されるんだ。これからちょくちょく通わせてもらうよ。やりたい。買ってきたからやろう。一人で買ってきた。モナは帰りに会っただけ。ソジロ呼んでくる。危なかしいからつけてみたが、あいつはちゃんと一人で買い物していた。ここまでできればもう問題なさそうだな。名探偵の質問もうまくかわしてたし。ソジロ、早く早く花火大会するぞ。待てて双葉、まだタバコの火が。かけんな。必殺日本取り。おりゃー、人の話を聞け。おい、猫が嫌がってんぞ。動物に火近づけんなよ。すっげー、でっかい玉できた。ほら見てみろ。おう、気をつけてな。夏の思い出ね。よし、次は10本取り行く。
あ、やめろ。ではまた。双葉のこと、今日はよろしく頼む。変な野郎に声かけられないよう、しっかり見といてくれよ。目立つことはすんな。くれぐれもスマートに行動してくれ。ねえ、もう行っていい？本当に大丈夫なんだろうな。電車で日帰りできる距離だ。私をなめんな。おあら、くくるか。気をつけて行ってこいよ。
は見直した、ね、何黙ってんの。そういえば、ね、大丈夫だからじっとしてなさい。だけど、双葉大丈夫？大丈夫？みんないるし。そろそろお昼だね。やだ、イカがこっち見てる。焼いてっから大丈夫だって。お前、俺いないとイカも食えないのかよ。うちらもご飯にしよう。じゃあ俺、適当に買ってくるわ。ここまで来てそれか。出食。ありふれた味なの。なんてこんなうまいんだ。まこと、あんま食ってねえじゃん。ああ、うん。もしかして具合悪いとか？分かってねえな、リュウジ。女子は水着の時は少しでも細く見せたいもんだ。でも気にしすぎだぞ。朝飯はちゃんと食ったか？モナ、デリカシーかい。で、この後どうする？ビーチバレーでもやるか。あーごめん、今から女子だけでバナナボート乗る約束してるから。3人乗りの1つしか借りられなくて。それじゃあ俺らは荷物番。ざっけんな、扱いが雑すぎんだろ。俺ら世間を騒がせまくってる有名人だぞ。もっと丁寧に扱え。異世界ではいいと思うんだけど、不思議よね。お宝は盗めても女の子のハートは盗めそうにないもんね。バナナボートまだ？あ、ごめんね、すぐ行くから。終わったら交代するって。荷物番よろしく。バナナ、バナナ！待ってってば。そんなに走ったら危ないって。くっそー、あいつら俺らの凄さを分かってね。命かけて怪盗やってんだ。その辺の奴らと同じなわけねえだろ。俺らもっと現実でいい思いしていいんじゃねえの。だよな、ゆうすけもそう思うだろ。まあ言われてみればそうかもな。あんたちは俺らの近くにいすぎて分かってねえんだよ。
おい、どうすればアンドノに怪盗の凄さを知ってもらえるんだ。そりゃ盗むしかねえだろ、あれを。アンにバカにされたからな、見返してやろうぜ。なるほど、現実でも我が輩のテクを証明すれば。怪盗で磨いたテクニックで盗みまくってやろうぜ。俺らのオーラならあっという間に女にモテモテだろ。いいだろう、やってやる。現実での仕事も悪くない。決まりだな。そういうわけでモナ、荷物番頼むな。は？よし、さっさと行こうぜ。てか、あ。
帰らないとね。ああ、支度するか。双葉も人混みで平気そうにしてたし、課題はクリアできたみたいだね。おい双葉、帰るぞ。突っ立ってないで手伝え。私ね、私ずっとお母さんが死んだのは自分のせいだと思ってた。ああ。みんな私が殺したって言うから、みんなこの世界が嫌いになった。だから殻に閉じこもって耳を塞いだ。私願ってた、お母さんが生き返ればいいのにって。時々起きて全部夢だったって思う。でも世界は何も変わってない。だからまた眠る。その繰り返し。うん、私お母さんが好きだった。お母さんみたいになりたかった。遅くまで机に向かってたこと、朝早く起きて毎日お弁当作ってくれたこと。お母さんが頑張って研究していたこと、ノートをこっそり見て怒られたこと。認知科学だったわね。認知する世界は欲望によって歪んでしまう。その世界が歪むと現実で問題行動を取るようになる。認知世界の核を取り除くとその世界は消えて問題行動も収まる。それってパレスのことじゃ。異世界知ってたのか。意味が分かんなかったけど、実際自分がそうなったことで理解できた。私お母さんのことばっかり考えた。気がついたら認知出られなくなっちゃってた。自分ではどうしようもできなくなってた。だから心を盗めって。いろいろ飛躍しすぎだろ。心を盗む怪盗の噂、最初は信じてなかった。
でも偶然聞こえてきた。すぐ近くに怪盗がいた。聞こえてきた。ああ、あの盗聴。そもそもなぜルブランに盗聴を？宗次郎がしっかり働いているか監視しておかないといけないからな。悪趣味なやつ。心を盗んだって話聞いてて飛び上がるほど嬉しかった。怪盗なら私の心を治せるかもしれないって。最初からそう言ってくれればよかったのに。いきなり頼んだら怪しまれるかもしれない。そもそも悪いやつかもしれない。だから慎重に接触した。どういう反応をするか何度も確認した。ええ、随分と振り回されたわ。でも双葉、マスター以外とは長い間誰とも話してなかったんだよね。怪盗団に連絡取るのはかなり勇気がいったんじゃない？理由は二つある。一つはメジエドの挑発。怪盗団が情けなくてムカついてた。解散されたら困ったし。ああ、俺たちの頼みの綱だった。もう一つはルブランの盗聴で聞こえてきたこと。宗次郎が私を虐待してるなんて嘘で責められて、お母さんのことをハケなんて脅されてて。捏造もいいとこだよな。悲しくて苦しかった。宗次郎を助けなきゃ、何とかしなきゃって思った。そうだったんだ。でも怪盗団、私のためにあんな危険を犯してくれてるとは思わなかった。こんなに心配してくれてるって思わなかった。疑うような真似してごめんな。私たちのこと信じてもらえた？うん、私にはわかる。お前らは悪いやつじゃない。だから頼みがある。私を仲間に入れてくれ。入れるも何も、もう仲間だろ。正直に言う、私改心とか目的じゃない。お母さんのことが知りたい。お母さんが殺され、殺され、お母さんのノートに書いてあった。認知世界にいる自分が死んでしまうと現実の自分まで意識不明になるって。廃人科か。じゃあ金城の言っていた悪党っていうのは。ええ、そういうことになるわね。あまり考えたくないけど、双葉のお母さんは。わからない。でも死ぬ直前のお母さん、様子がおかしかった。どんな風に？話しかけても返事してくれなかった。道路に向かって飛び込むというより倒れ込む感じで。それでノートのこと本当かもしれないって思って調べた。本を読んだり、ネットに公開されている論文を調べたり、いろんな研究所のネットワークに忍び込んで秘密のデータも見た。
それでハッキング。どんな頭してんだよ。でも何もわからなかった。お母さんの研究はどこにも見つからなかった。お母さんは誰かに殺されて、研究はなかったことにされた。きっと偽物の遺書を読んだ黒い服の大人に。あいつら絶対許さない。双葉、私気づいた。みんなと一緒ならあの世界のことわかるって。そしたらいつか黒い服の大人につながる気がする。怪盗団に入りたいのは超個人的な理由だ。ダメか。むしろ頼もしいぐらいだなあ、モナ。なんで我が輩を見る。力不足とでも言いたいのか。実際お前より役に立ってたじゃねえか。おい、引き捨てならないぞ。こんな怪盗団だけど、改めてよろしくね。ありがとう。あいつらはほっといて、早速双葉のコードネーム決めよっか。なんだそれ。本名じゃカッコつかないでしょ。ジョーカー、スカル、モナ、パンサー、クイーン、そしてフォックスだ。双葉はハッカーじゃ違うよね。メカ？パソコン？ヨード。まんまゴーグルでいいんじゃね。ください、猫センスなし。ざまあ。双葉のコードネームいやない。双葉自身は何がいいの。ナビ。勝利に導いてやる。いいんじゃない。じゃ双葉はナビな。でもすぐ近くに噂の怪盗がいるとは夢にも思わなかったぞ。お互い様だ。まさか異世界研究者の娘とはな。不思議なもんだ。そろそろ帰ろっか。うん、オッチ帰ろ。はい、メジエドの件予想以上に効果があったようで、これで怪盗団の支持も一層拍車がかかるでしょうな。そうですね、怪盗団を効果的に使う手立てはありますし、不要なゴミは今のうちに処分を。たとえ身内だろうとね。おい、
ね。黒いのが我が輩？そんなわけない。我が輩は人間だったわけで、人間だったはず。メメントスの奥で歪みを晴らせば絶対絶対大丈夫だ。悪い、起こしちまったな。いや、その日焼けが痛くてヒリヒリして目が覚めたんだよ。黒いから太陽光吸収しまくりなんだって。わかんだろ。あ、いや、真面目に返されると困んだけど。ところでさ、気にしてなんかないけど、あのさ、もしもだぞ、もし我が輩が変なものだったら、
それはまあ、もしさっきのが本当なら怪盗団やってていいのか。それに怪盗団でも今の我が輩は何でもないし、まあ猫の生活も割と慣れてきたな。この物置、まあさっさと人間に戻って引っ越したいとこだかな。最上階のスウィートルームでラグジュアリーライフとか。けど変なものになるぐらいなら、そうだよな、今の忘れないでくれよ。さっさと寝ようぜ。おやすみ。大丈夫だよな。暑い。どうした？よく聞け。賛成よ。いいだろう。よく聞け。いいぜ。
よく聞け。こんなやつ乗ったわ。いいぞ。うん、行こう。広がったな。お宝取ったせいなんだよね。これからどんどんでかくなりそうだな。メメントスの領域拡大はお宝取ったからじゃないと思う。回答の検索数とかホットワードのランキング、それに三島のサイトのアクセス件数だと思う。今もちょっとずつ広がった。俺たちが話題になればなるほどメメントスが広がっているということか。もしかして逆なのか。どういうこと？私たちが広げてる、あるいは回答が大衆に認知されるに従ってメメントスが奥への侵入を許している。カオパスってやつ？言えて妙かもな。マジかよ、すげえな。っていうか双葉がすげえ。こんなんどうやって見つけたんだ？朝飯前。全然知らなかった。我が輩ってつけておこう。
かなか良いライティングだ。面白い絵が描けそうだな。おいおい、なんだよ。敵は3体、雑魚だけど。てめえ、余裕すぎ、歯ごたえない。手応えねえな。